ージャーの皆さん、かっこよく登場してくださいました。劇場での活躍期待しています。平成のぶしこぶしの吉村崇さんです。大きな拍手でお迎えください。いや、どうもどうもどうもでございます。どうもよろしくお願いいたします。どうもお願いします。さあ、お揃いいただきました以上の皆様で会見を行わせていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。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 さあ、ではどうぞまずはお座りいただきたいと存じます。お願いいたします。座っていいんですか。はい、お願いいたします。はい、いきなり開幕いたしました。よろしくお願いします。お願いいたします。思ったよりちょっと椅子が高かったんで怖かったんですけどもすいません。これだけをやろうと決めてましたんで、はい、シャッターチャンスでございます皆さん。全然笑わないですね。さすがサーカス団の団長、何が飛び出すのかドキドキしておりますが、ぜひぜひドキドキサーカスパニック楽しませていただきたいと存じます。サーカスパニック、はい、ありがとうございます。こちらこそ。さあ、それでは改めてご紹介するとともにお一人ずつご挨拶をお願いいたします。はじめに獣王イーグル風切大和役中尾雅樹さん、お願いします。はい、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。獣王イーグル風切大和役の中尾雅樹です。今日は劇場版獣王ジャーの魅力をたっぷり伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、獣王シャークセラ役柳美希さん、お願いいたします。はい、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。獣王シャークセラ役の柳美希です。映画がちょっと初めてということなので、ね、大変なんですかね、ごめんなさい。どうしたどうした、大丈夫してんな。なんだろうね。ちょっと大丈夫ですかお嬢ちゃん。はい、ごめんなさい。頑張って撮影しましたので、楽しんでいいところをたくさん伝えれたらなって思いますので、本日はどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、獣王ライオンレオ役難波翔平さん、お願いします。はい、獣王ライオンレオ役の難波翔平です。本日はお忙しい中ありがとうございます。今回の劇場版、僕たちにとって最初の一つ大きな試みといいますか挑戦になったと思います。みんなね、頑張って頑張ったので、もうテレビドラマと映画と並行して頑張ったので、ぜひ今日はね短い間なんですが魅力をたっぷり皆さんに伝えていけたらいいなと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、獣王エレファントタスク役渡辺剣さん、お願いします。はい、おはようございます。獣王エレファントタスク役の渡辺剣です。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。僕たち初めての劇場版ということで大スクリーンに映るということで、細かいところまでしっかりお芝居させていただきました。本日は魅力をたくさん伝えられたらいいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、獣王タイガーアム役立石遥さん、お願いします。はい、おはようございます。獣王タイガーアム役を務めます立石遥と申します。本日はお忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。ドラマの撮影から半年ほどが経ちまして、こうして無事劇場版を迎えることができてとても嬉しく思っております。本日は最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、劇場版のゲスト宇宙サーカス団団長ドミドル役平成のぶしこぶしの吉村崇さん、お願いいたします。どうも、俳優の吉村でございます。やはりあれですね、皆さんちょっと真面目な挨拶でちょっと固くなってるなというのはありますけども、はい、どうか笑っていただければ皆さん幸いだと思いますんで、私もこの記念すべき、ね、回数のゲストということでもう楽しみにしましたし、そして幸せな時間を過ごせたので、ぜひぜひ作品を見てその幸せをね伝わればなと思いますんで、一つよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ではご挨拶の最後は本作のメガホンを取られました柴崎孝之監督です。お願いいたします。はい、監督の柴崎です。今年もですね、もちろん親子で楽しめる作品に仕上がっておりますので、たくさんの方に劇場に足を運んでいただけると嬉しいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。